シンフォギア初めてこれ寝台座ったらね、これ当たりました。そうそうそう、初めてでね当たったから、ここからねちょっとカメラ構えてね一緒に見ていきましょう。これ右上数字40ですよね。つまりこちらへそに4玉ね残ってます、保留がね。それはどういう風にね消化してどういう風にねなるのかってね、そこも一緒に見ていきましょう。はい、これね199分の1で、これ大当たりしてもねこんだけ390発しか出ないんだけど、まあねラッシュ入ればねここですね。あんましね、どこがどのように変わってるかってあんまり変わってないね。シンフォギアチャンスってね、これザホル4と時短1の5玉ですね。これね初めてなんだけど、これあ選べるんだね、振動タイプとバトルタイプね。これね動画一緒に撮ってるから振動してても分かんないから、バトルタイムこっちにしましょう。はい、あとね右上のね数字ね、これあ最終決戦だね。はい、右上の数字ね、ここで消化も一緒に行ってます。ここで大当たりして、ほらね210ってね、ここでね199分の1へそが大当たりしたら大当たり演出になると思うけど、そんなのめったにないと思うけど、どうなんだろうね。この台のここがね山場ですよね、これ。はい、これどんどんねオーバー入賞させるとね、これ変化おって言ってもね、緑緑緑、どうせだったら全部緑のがちょっと熱いんじゃねえかと思うけど、なれ緑なれって。これねもうねこの台ね、今回これ突破しなかったらもうねしたくないよってみんな やめたくなっちゃうよね。もう一緒やらないとか思っちゃうね。もうそれをかけてでもいいから、ちょっとこれ皆さんこの状態どう思いますかって、当たり前だよね、外れそうだよね。2、これ数字によってもね熱さあると思うしね、これどうなんだろう、前とほとんど変わらないと思うんだけど演出。ここもね赤文字になったらいいんでしょ、なんかほとんど変わんなくね。よいしょ、ここでねまたカラーでね演出があったら、ちょっと地変のがいいんでしょ、変動、次の変動が熱いんでしょ。ダメだね、砂嵐じゃね。チャンスはあと4回、お願いしますよ。これ初めてでここ突破すると楽勝とか思うんだけどさ、また2でしょ、これ同じなのかな、全部2続きなのかな。そしたらもうちょっとやばいですね、一緒じゃねこの雰囲気もね。さあ全然チャンスアップなし、えいない、ダメですね。これさ右隣の人はさ一番右側の5番目を多分見れないと思うよね、覗かないとね。左側の人はさ最初の1番目って分かんないよね、それっていいよね。なんか隣の人ほら見るでしょやっぱりさ、これ最後赤だよって思わず、お4に変わった、これ2より4の方がでも緑でも偶数はダメな気がするよ、全然だからチャンスアップなくね、どっちかというと。いけ、どうだ、こういうので突破してくれたら楽勝と思っちゃうからね。434ダメでした。これ青、意外に緑挟まる青っていいんじゃねえのって俺逆にねそんなこと思ってる。どうだろう、ここでいけ。これね動画にしてるからってね当たると思った。6に増え、6ですね、2 4 6、これ最終変動いいんじゃね、6の次また増えんじゃねって、そういうのあるのかな。7とかになったらいいんだけどね。さあどうだ、お全然ダメですよね、あとラス1ですね、右上の数字1ね、もうこれさあ来い。隣の人はこれね何か見えてないと思うよ、ここの時点で。ああもうここで見えちゃうんだね、青だった、あ緑だった、2だった、はいダメだダメダメよって多分思われてると思う。はい、これでね当たったらねいいんだけど、何の演出も熱いの、これも熱くなくね、全部一緒じゃね、初めてだ今日初めて。さあ全然ダメ、これ外れでしょ、カラーになったって外れは外れなんだから。これもうさそうなるともうこの台二度とやるな、やるかって思うけど、リベンジだってやっちゃうかもね、どっちだろう。チャンネル登録お願いします。またね。